は 2D 電球の対電圧テスト。万一の異常電圧に壊れず耐えて正常に点灯し続けられるかチェックしています。さらにこちらの方がテストをしましたら、こういう書を作成します。これで商品を販売していいかどうかこちらに判断して、今は販売はいたしません。これはすごいね。こちらのお店では一部の商品で安全性や耐久性などのテストに合格しない場合は販売しないようにしています。実はフランスでもこういうテスト研究所を持った家電量販店があります。日本にもあるとは驚きでした。こちらですが、どんなんだかちょっと開けてみてください。どうぞ。中に置いてあったのはテレビ。今ここに出てますが、今度はマイナス10度です。これは海を寒い時を再現したで、当然ここの環境でちゃんと動かないといけませんから、それをテストしてもらいます、当然こちらの方は温度下げるだけになって、温度は40度まで上げて、湿度も加湿が可能です。こちらではテレビをマイナス10度で1時間、さらに40度の温度、湿度 80% の環境に8時間置き、正常に作動するかのテストを行っています。ドイツの大手家電量販店副店長クルベルトさんは、いや、ちょっとやりすぎじゃないですか。私はマイナス10度のテラスでテレビなんていません。私にはお金の無駄遣いに思います。はっきり言うか、例えば、低い温度やってますが、寒波がやってきて気温がふっと下がっちゃったと、いない間にお家の中も温度がすごく下がっちゃって、それで壊れてテレビ見れなくなったら、やっぱり悲しい気持ちになりませんかね。確かにこういうテスト研究はコストがかかるでしょうけれど、それでもお客さんに安全な商品を提供するために家電量販店がここまでやることはとても珍しいですし、素晴らしいことだと思います。結局はお客様の安全、それから安心してお使いいただくためにやったんです。この製品テストのことをお客さんは知っているんですか？一般的には告知はしております。安全のためにこれだけのテストをやっているのですから、もっとお客さんに知ってもらうべきですね。どうしてもダメとベアルベ。他にもラジカセや電気ストーブなど、さまざまな商品のテストを月に20件以上行っており、合格した商品を販売員は自信を持ってお客に勧めることができるのです。商品の配送サービス。家電量販店を視察中、海外のプロたちがさらに気になったのは大型家電の配送から取り付けまでの工程。ドイツでは工事の人員の手配もあるので平均 2,3 日はかかります。在庫がある商品であれば今日の夕方以降にはできる。その、できる理由は
自社にそういう工事であったり配送の人間が出て、そのメンバーが全て取り付けていくということになっているので、そういうことが可能ドイツでは配送と取り付けを別々のスタッフが行うため、購入した商品が届くまでに平均 2-3 日かかるようですが、こちらのお店では配送から取り付けまでを行う専属スタッフがいるため、状況にもよりますが最短で当日に商品を届けることができます。さらに家電を購入した客が安心して商品を使い始められるよう、配送スタッフはさまざまなケアも行っています。視察団がやってきたのは、商品を乗せた車が発着する配送センター。トラックで、その大きな倉庫からまずうちの倉庫のセンターに届いた商品です。商品は当日の配送便ごとにトラックに積み込み、お客のもとに届けます。これからですね、出発前にドライバーが必ずやることがありますので、セーフきれいか。よし。よし。イギリス爪は伸びてないか。よし。髪は整っているか。よし。タバコなどの匂い対策は大丈夫でしょうか。よし。口臭は大丈夫でしょうか。よし。ちっちゃくはって言った今。言葉が出ません。互いに身だしなみをチェックしていて完璧ですね。ここからはご覧のスポンサーの提供でお送りします。さらに海外のプロが驚いた配送スタッフの仕事ぶりとは。